手ごわそうですねこれ、うん、倉本プロ、はい、ちょっとこう傾斜がきつい感じがしますが、まあ傾斜の割にね高麗なんで多分遅いだろうなと思うのと、ここ逆目になってるんで、はい、ちょっと距離感がどうかなっていうパターかなっていう感じですね。はい、はいはい、お願いします。はい、芝目の強い高麗グリーンですが、いや惜しい、なんで入んないの？オッケーバンジーなんですかね。 ありがとうございます。素晴らしいですね。一応高麗天才なんですよ。過去のツアー優勝なんか高麗天才だったんですよね。得意の高麗グリーンを完全攻略、さすが30勝プレイヤー。惜しい、はい、ありがとうございます。ナイスバーディーです。ナイスバーディーです。ありがとうございます。今ライン見たでしょ、ちゃんと。もう見ました。近いかは別ですよ。じゃあ行きますね。このままここ行く。ちょっと左行ってしまうんじゃないのそれ。これじゃダメだ、うん、距離感も。さあ渡辺さんお願いします。続いて渡辺さん、高麗グリーンを読み切り決められるか。よく打った。ナイストライ。高麗ってね、独特の切れ方するんですよ、はい、スピードがあるときは割とまっすぐ行くんですけど、スピードがなくなってくると急にこう曲がり始める。さっき急に曲がりましたもんね。スピードかかってるね、はい、これ僕が入れないと倉本さんのポイントですよね。ありがとうございます。お願いします。ボソって、僕に言ってないですけど、高麗は最後切れやすいって聞いたんで、はい、切れました、切れましたね。はい、ということで倉本プロポイントですね、はい、ありがとうございます。うわぁ、ほんと、もういいとこでポイントいただきました。もうこれで来た甲斐があって、今週はこれでどうもありがとうございました。